よし、皆さん、ゼグッツナイトです。今日の特別にはレビューじゃなくて、でも教えたいことでしょうね。よく本物トレーニングとか本物のシーティング仕事をやるの人が、特別の情報でしょうね。いろいろのサバゲーの方が時々インスタグラムとかいろいろのソーシャルメディアが見てるときに、その似てるの漢字がやってるでもちょっと間違えてるもあるんですけどね。それは今はちょっと、やり直すと、正しいの技に教えたいです。そのことは Casualty Evacuation Strap。 これはただ、持つとかレスキューと、ドアがもし爆発パーやられたになったらすぐにレスキューしないといけないでも、その移動するの時でも体が守らないともっと大変な傷になるかもしれないから、これでいっぱい勉強するの人は、この技で見つけたとそれで教えたいです。これで、ベルト、プレートキャリア、それともヘルメットも全部が必要から、それブリーチングとか部屋に入れる、建物に入れるのためによく危ないから、もしやられたらレスキューできればの方がいいですよね。じゃあそのストラップは大体この感じですよね。もし君たちにも、インスタグラム見たことあるんですよね。この1インチニュービラータイプ、トゥービラーナイロン、それとこのキャラビナ、大体それだけですよね。プレートキャリアは一番奥の、ストラップに入れるの方が正しいですよね。これで小さいものとキャラビナ、これワーターナット、まあ、全部今から教えたいので、とりあえず1インチナイロン、トゥビュラーナイロン、大体、メイクマンに行ったことあるかな、それとも、アマゾンで一番見つけやすいとか、上等の会社で買って、キャラビナは、ボードリングみたいな感じで見つけたらそれで使っての方がいいですよね。超安いの、普通のは絶対音、絶対壊れるから意味ないじゃん。じゃあちょっと本物、本物でも見つけたらね、3000、4000ぐらいでこの設定をできるんですけど、プレートキャリア、鎧とか全部の以外に。じゃあセットアップでは、とりあえずプレートキャリア、ベルト、ヘルメット全部入って、このキャラビナは、プレートキャリアから外して、そのままでベルトに、ベルトの後ろの方でクリップして、OK です。残り、これでもしやられたら、友達の後ろ、こっちに捕まえて、引く。それで、これは頭のカバーして、これはちょっと、なんだかガーニーみたいな、ちょっとレスキューベッドとか、それベルトはヒップスから、引くから、ちょっと背中とか頭とか、大体、なんだろうな、骨の蛇、守るのためですよね。じゃあこれ使えるの時は、少々お待ちください。とりあえずこれも入って、暗い ABS 一番最強のプレートキャリア、これをつけて、重いものでも大丈夫ですよね。歌がオリジナル。僕のラップの CD 買ってください。マニュース。OK! じゃあこれで入ってるから、これを、自分でレスキューはできないから絶対チームが必要ですよね。このキャラビーナは、こんな感じでベルトに最初にクリップ。Come on, come on. 小さいキャラビナ、もしかして買ったらこれがちょっとやりにくいですよね。あ、友達も、ね、今の友達全部みんな仕事から、はい、こんな感じして、これもこれプレートがちょっと背中のベッド、これはベルトからヒップスで取れる、こっちは守る、それドラッグすればこれが OK、ドライブハンドルもつけて、こっちの、腰からちょっと危ないになるでしょうね。これが一番安全と、頭も首も傷あれば、これで便利です。大体、
今のヘルメットは友達がレンジにつけてる本物の拳銃のトレーニングから今はプロテック昔々のスタイル自転車のヘルメットに使いましょうね。でこれをセッティングしてこれをだいたいこっちぐらいに頭のこのノットが作るときにこっちぐらいに大丈夫です。このバンドはちょっと頭のベッドになる。これで首も守る、背中守る、腰守る、全部守るのため、それこっちに行くと、ちょっと、で、できますよね。こっちは water nut、水のノット、こっちは overhand のノット。じゃあ、これを作ってる時に、こっちの方が頭の真ん中、ヘルメットを全部のセッティングして、こっちにつけてください。じゃあ、作るの方は、このシートの部分は、こっちから overhand nut、つまり手のオーバーみたいのですよね。パーパパパーン、パーパパパーン。よし、大体、このスタイルですね。それでカラビナはこっちの穴に入ってる。と、ちょっと簡単。大きすぎるに作ったら、ちょっとベルトとプレートケアがちょっと問題になるから、ちょっと小さくしてもいいですよね。大きすぎるはちょっとアウトです。じゃあこの water nut が分かる人が少ないかもしれない。それでとりあえずこっちをこのスタイルにつけて、そうそうそう、このデザインにこっちでオーバー、こっちは中、これで出すのは、それで次の部分はこっちのオーバーと似てるのデザインに続けたら、こっちに両方に中に入れて、これになるみたい。ちょっとプレッツルみたいから引っ張って、強くに引っ張って、と強くワーターノットに作れるですよね。これが絶対開けられないから、上等。じゃあこれ古いになったら、交換するは安いと簡単にできるから、いつも傷の確認してください。じゃあ、それは大体全部ですよね。骨守るとか、それでそのアフターマーケットの会社作ってるのやつがあまり必要ないです。こんな感じですね。ピュー。じゃあ、レビューは大体そのままで、それで、よくわからなかったの人とか、全然聞いたことないの人でも、その情報で自分の作られる。もし自分で作ったら、インスタグラムでも、グッズナイトにタグしてよくライクでも出す、正しいにできれば、それからもしミスはあればもうポイントも出します。じゃあ大体皆さん、レビューは大体そのままで、特別の情報命大切してと、まあ優しい方がいいんじゃない。じゃあ皆さんお疲れ様です。次のレビューにピース。